ジャングル公園は大分県大分市都庁にある都市公園である。1952年3月31日に開園。1993年に開始された大分市中心部の5つの公園のリフレッシュ事業のうちの第2弾として船井アクアパークについで改装が行われ、1996年にリフレッシュオープンした。開園当時は 約630種700本の樹木が植えられて、多数の木々がうっそうと茂っていたことから、近所の子供たちにジャングル公園と呼ばれたことから、現在の名前になったとされる。ただし、この公園は、開園前の1951年から、ジャングル公園という歌唱で呼ばれていた。大分市最大の観楽街である、都庁のほぼ中心にあり、地区の中では、 数少ない緑あふれる空間は憩いの場となっていたが、その一方で多数の木々で視界が遮られるため夜間を中心にしばしば犯罪が起こり問題となっていた。公園リフレッシュ事業では光がテーマとされ公園の名称の由来であった多数の樹木が86本に減らされ明るい空間に生まれ変わって夜間の安全性は高まった。樹木は主として 公園の西側に残されている。樹種はシナ品沢ぐるみ、木ささげ、目薬の木、バクチの木等である。一方、樹木の伐採によって公園の東側に確保されたオープンなスペースには、からくり時計、屋外ステージ、公衆便所等が設けられている。ありがとうございます。